セント・ジョンズ・ベーリーはアメリカ合衆国バーモント州カレドニア軍の町であり、同軍の軍庁所在地である。人口は2010年国勢調査で7603人だった。コネチカット側から北西に約10マイル、カナダ国境から南に48マイルに位置している。セント・ジョンズ・ベーリーは北東王国と呼ばれる地域では人口最大の町であり、 地域の商業中心として機能している。2006年ナショナルジオグラフィックアドベンチャーのどこで生活し遊ぶかリストで最良の小さな町に挙げられた。町の南半分が人口密度が高く町の人口の81%以上が住んでおりアメリカが州国国勢調査局から国勢調査指定地域に定義されている。町の外観。 1910年セントジョンズベリー町となったところは当初1760年のニューハンプシャー払い下げの一部として認可されベスボロと名付けられていた1786年にバーモントからサイドダンモアとして認可され同年に入職された初期開拓者にはジョナサン・アーノルドがいたアーノルドはロードアイランド植民地を代表する大陸会議大議員であり 1776年5月には、ロードアイランドのイギリスからの脱退法案を書いていた。アーノルドは1787年に6人の家族と、共にロードアイランドを離れ、現在のセント・ジョンズベリー町の中心となっているところに家を建てた。南北戦争西岸市戦死したものの記念碑、コートハウス公園に建っている1790年、人口は143人となっており、同年、 アーノルドの家で、街の初の集会が開かれ、セント・ジョンズベリーという町名が採択された。地元の伝承によれば、バーモントの設立者、イーサン・アレンその人が、友人のジャン・ド・クレブクールの栄誉を称えて、セント・ジョンと名付けることを提案した。ド・クレブクールは、フランス生まれの作家であり、農学者、かつベンジャミン・フランクリンの友人でもあった。アメリカでは、 J ヘクターセントジョンと呼ばれていた。ドクレーブクールの証言によれば、ニューブランズウィック州最大の都市セントジョンと区別するために、通常とは異なるセントジョンズベリーを提案したことになっている。19世紀半ば、セントジョンズベリーは小さな製造業の中心となり、主要な製品は、はかりだった。大ばかりは1830年に、タデウス・フェアバンクスが発明していた。 他にメープルシロップと関連商品もあった。1850年代にボストンからモントリオールを結ぶ鉄道が通るとセント・ジョンズベリーは急速に成長し、1856年にはダンビルに代わって軍庁所在地に指定された。セント・ジョンズベリーで最古の使用中住居は1801年に建てられたものであり、クラークス・アベニューにある。元のセント・ジョンズベリー最地広場は、 町の南、週刊高速道路91号線と同93号線が合流するところにあった。南北戦争の時、北軍に加わる前のバーモント連隊がそこで演習を行った。バーモント州で初の飛行は1910年9月24日の祭りでのことだった。1940年代、町内には3つの主要企業があった。そのそれぞれが世界最大だった。 一つは、フェアバンクススケールズ。二つ目は、メイプルシュガーキャンディの会社。三つ目は、ボーリング用のピンを製造する会社だった。経済の他の部分は、大半が、電園経済だった。セントジョンズベリー町は、北緯44度25分整形72度01分、北44.417度整形72.017度。 44.417-72.017に位置しており、標高は212.4メートルである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は36.8平方マイルであり、このうち陸地36.4平方マイル、水域は0.35平方マイルで、水域率は0.96%である。パサンプシック、ムース、 スリーパーズ各川の合流点に位置し、パサンプシック川盆地の中心であり、コネチカット川上流流域の中では広い方である。コネチカット川の氷河期後の前身であるヒッチコック湖の最北部に沿っている。町内には、セント・ジョンズベリー、イースト・セント・ジョンズベリー、ゴス・ホロー、セント・ジョンズベリーセンターと呼ばれる未編入のビレッジが入っている。 国勢調査指定地域に定義される町の中心は、セント・ジョンズベリーとセント・ジョンズベリーセンターのビレッジに、またがり、面積は13.1平方マイル、町全体の36%に相当している。セント・ジョンズベリー町内の最高地点は、町の北西部、リビー道路の東にある無名の丘である。二つある町部の標高は1594フィートである。 1969年2月25日、セント・ジョンズ・ベリーでは33インチの積雪があり、バーモント州内の1日の降雪量として最大となった。ノース海州派協会、メインストリート沿いにある以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セント・ジョンズ・ベリー中心街にある鉄道通り以下は国勢調査指定地域として最も開発が進んでいる。 中心部の2000年の国勢調査による人口統計データであるセントジョンズベリーアカデミーのコルビーホールカレドニア上級裁判所メインストリートにある2010年町は消防士10人を雇用していた消防署の年間予算は945,920ドルである1910年頃から専門部署を置いている社会サービスは 町内及びその他の北東王国の場所にある北東王国コミュニティアクションが一部担当しているグリーンマウンテンモールはアメリカ国道5号線沿いセントジョンズベリー中心街の北にあるショッピングセンターである北東王国ヒューマンサービシズは精神病医療に対応しているノースイースタンバーモント地域病院が町内にあるセントジョンズベリー s n ム北東王国では 唯一のアメリカ合衆国国定歴史建造物1993年から大晦日に地域の芸術行事としてファーストナイトを祝う習慣ができた。町内には軍内唯一かつ北東王国では唯一のアメリカ合衆国国定歴史建造物であるセントジョンズベリーアセネウムがある。その他にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される場所が12カ所あり、 カレドニア軍と北東王国では最大である。ベノイトアパートメントハウスマイナスパール通り74、1994年6月6日、指定ベノイトアパートメントハウスマイナスパール通り76、1994年6月6日、指定ケーレブエイチマーシャル帝、サマー通り53、1994年9月16日指定コートアパートメント、 ハウスマイナスエルム通り16、1994年6月6日、指定フランクリン、フェアバンクステイー、ウェスタンアベニュー30、1980年10月27日指定メープル通り、クラークスアベニュー歴史地区、メープル通り17から49、クラークスアベニュー4から34、メインストリート9512から101、フロストアベニュー4と6、アイドルウッドテラス3と5、 1994年6月5日、指定モレンシーペイントショップとアパートメントビル、ポートランド通り73-77。1994年6月5日、指定鉄道通り、歴史地区、鉄道通りの北から南まで、およびカナディアンパシフィック鉄道線路。1974年7月25日指定、シアラーコーサーダブルハウス。 サマー通り81から83、1994年9月16日、指定セント・ジョンズベリー・ウーブンカ・ステーション、エマーソン・ホールズ道路374、2005年4月18日、指定セント・ジョンズベリー歴史地区、アメリカ国道5号線と、道2号線、1980年5月17日、指定セント・ジョンズベリー・メインストリート歴史地区、 メインストリート沿い交差する通りを含む1975年6月28日、指定サウスメインストリート1905年頃、カレドニアンレコード日刊紙1837年から発刊。地元では、ファーミング・ザ・ジャーナル・オブ・ノース・イースト・アグリカルチャーが発行されている町内を週間高速道路91号線、道93号線、アメリカ国道2号線、 道後号線、バーモント修道2号線産業道路が通っている。週刊高速道路91号線に出口が3カ所ある。週刊高速道路93号線の北終点が町の南境界と週刊高速道路91号線が交わるところであり、週刊高速道路93号線の出口1号は東隣のウォーターフォード町との町境を越えたところにあり、 セント・ジョンズベリーの登壇になっている。ありがとうございます。